ドミニク・フリーザーは、オーストリア・グラーツ出身のサッカー選手。ポジションは MF。キャリアは、SK ・シュトゥルム・グラーツから始まる。SV ・ゲーエッセンドルフ、グラーツア AK ユースでのプレー経験を経て2007から08シーズンに SK ・シュトゥルム・グラーツのアカデミーに戻る。2008年10月、8部リーグ所属の SC、ザイ・アースベルクのセカンドリーチームへ、2009年8月、 6部リーグ所属のスフ・クンベルクへ移籍し、2010年2月、再び SC ・ザイ・アースベルクに戻る。2010から11シーズンのウィンターブレイクに4部リーグ所属の SC ・フュルステンフェルトに移籍。2011年3月、第16節 SV パチェルン戦の後半85分デビューを果たす。2011年8月4部リーグにて SV パチェルン戦で、 初ゴールを決める。2011から12シーズンと2012から13シーズンで各30試合のすべてに出場。4部リーグで2年半プレーした後、2部リーグ所属の TSV ハルトベルクへ移籍。2013年8月、第3節 SV ホルン戦、後半85分、ペテル・ジュリに代わり、オーストリア・ブンデスリーが2部の公式戦デビューを果たし、 ウィンターブレイクまで7試合に出場する。2014年1月、3部リーグ所属レギオナールリーガ、所属の SC、カールスドルフに半年間のレンタル移籍レギオナールリーガでの初出場は2014年3月のユースブ・アラーハイリゲム戦。2014年5月には、サック・クラーゲンフルト戦では、自身の唯一のゴールで3から0で勝利に貢献。同リーグで、 合計14試合に出場。TSV ハルトベルクに戻り、2014年8月の第5節 SC アウストリアルステナウ戦で初めての先発出場を果たす。2015年5月、1から0で勝利した SV ホルン戦で、オーストリアブンデスリーが2部での初ゴールを決める。シーズン終了までに30試合に出場する。2015から16シーズンに、 オーストリアブンデスリーが2部所属のカップフェンベルガー SVA の移籍を決定。最初のシーズンは35試合に出場し5ゴールを決める。翌2016から17シーズンは36試合中34試合に出場し2ゴール。2017から18シーズンはオーストリアブンデスリーが一部のボルフスベルガー、AC、a c へ2 0 1 8年6月までの契約で移籍。 2018年7月第1節のレッドブル、ザルツブルク戦にて、後半82分、トーマス・ツーンデルに代わり、オーストリア・ブンデスリーが初デビューを飾る。第4節、SK ・シュトルム・グラーツ戦で、初めて先発メンバーに名を連ねる。2018年5月 FK ・アウストリアウィン戦で、同リーグ自身初となる1試合にゴールを決め、2から1で勝利に貢献する。これにより、国内の 全8リーグでゴールを決めた4人目の選手となった。最初のブンデスリーガのシーズンは合計22試合に出場し4ゴール。ボルフスベルガー AC との契約満了をもって2018から19シーズンに同リーグのライバルチームであるラス・クリンツへ2020年6月までの契約で移籍。2018年7月 UEFA ヨーロッパリーグの2次予選ラウンド。 リールストロム SK 戦、後半84分、ラインホルト・ランフトゥルに代わり、国際試合初出場を果たす。アディショナルタイムで、最終スコア4から0とするゴールを自身で決める。リールストロム SK に対し、レングに、にでも勝利を収め、3次予選ラウンドでは、ベシクタシュ JK と対戦することになる。1から0のスコアで、アウェーで敗戦し、 ホームで2から1で勝利したものの予選落ちした。この試合でスコアを2から0とするゴールはフリーザー自身が決めている。2018年11月、2021年6月までの契約延長がなされた。ラス・クリンツでの2シーズンで61試合に出場し、14ゴールを決めている。2020から21シーズン。 エフルチャンピオンシップのバーンズリー FC へ2022年6月までの契約で移籍が決定し、ほぼ全試合に出場し、攻撃のようになっている。ありがとうございます。